イージークルー、いい加減にしてくれ。こんにちは、アジャラジオ時間です。はい、ですね、マスクがですね、どっか行きましたマスクどっか行っちゃったんで、まあもう今日はノーマスクでいいかなと。まあさすがにね、動画越しなんで、まあ別にまあ感染は映らないんで、まあどうもないでしょうということで、まあ今日はノーマスクで行きたいんですけど、まあ久しぶりの動画になっちゃいましたね。まあちょっといろいろありまして、まあなかなか動画を撮ることができずに、いやー申し訳ないです。本当にね、1週間以上空いたのかな ?1 週間以上ぐらい空いたと思うんですけど、なかなかちょっと動画、撮れなかった申し訳ないなと思うんですけど、まあ今週はね、なるべく動画上げていきたいなと思いますんで、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタンと、していただけたら、すごい励みになりますんで、よろしくお願いします。はい。まあ一番ちょっと喋りたいことを喋ろうかなと思うんですけど、私の家にですね、まあ荷物を届くときに、まあ、ヤマトさんとイージークルーがね、ドライバーさんがいつもおっちゃんが来てくれるんですよ。来てくれるんですけど、まあまあ僕もね、なんやかんや言いながら軽貨物をまあやってる身じゃないですか。だから、そういった軽貨物の、まあ難しさと言いますか、まあ大変さってすごいわかるんですよ。わかるんですよ。わかるんですけど、ですが、ちょっとやりすぎやろって思うんですよ。いくらなんでも、まあ、そのドライバーさん目線の気持ちはわかるんで、そういったクレームっていうのは今までね、一回も言ったことないんですよ。何をされようが一回も言ったことないんですけど、まあ、さすがにちょっと怒りましたね。怒らせていただきました、さすがに。っていうのも、もう4回目になるんですよ。4回目になるんですけど、時間指定をブッチされまして、4回目ですよ。しかも4回目なんですよ。いや、で、1回目とかやったらね、わかりますよ。まあ、1回、2回やったら、まあ、わかるんですけど、もうこれで4回目の時間指定をブッチされまして、っていうのも、その日に欲しい荷物やったんですよ。この前ね、頼んだ荷物っていうのは、その日に欲しい荷物で、なんかね、イージークルーのシステムが僕ちょっとよくわかってないんですけど、頼むじゃないですか。んで、一回頼んで、なんか、LINE で来るんですよ。ヤマトさんのお届け、これからしますね、みたいな感じで LINE が来るんですけど、んで、その時に、置き配指定を、なんか毎回するんですよ。なんか、自動で置き配指定に、なんかね、いつも置き配をお願いし、なんか自動でなってると思ってたんですけど、置き配を。ですが、なんか、なってへんのかなと思って、出たんですよ。というのも、ずっと置き配でお願いしてたのに、ずっと置き配してくれやらんかったんですよ、今までね。で、あれこれ自動で置き配にならへんのかなと思ってて、なんか最初の設定みたいなんで、なんか置き配をお願いしてたんですけど、なんかいつも置き配にならんと、不在時持って帰ってやったんですよ。んで、そっからずっとなんか、ヤマトさんこれからとか、まあ明日お届けに参りますね、みたいな LINE が来た時に、で、その都度、なんかまあ、なんか設定みたいな変更して置き配お願いしますみたいな感じで、変更してるんですよね。で、置き配の変更をしてるのにもかかわらずね、わざわざ、毎回いった置き配の変更をしてるにもかかわらず、置き配にされてないんですよ、いつも。いつもなんか持って帰られてて、で、なんか不在表だけ入ってて、で、不在されてるんですよ。で、おかしいなと思って、これじゃあどうやったら置き配なんのと思って、なんかずっと、置き配こっちお願いしてんのに、LINE で、なんか、システム上でね、やってんのにならへんから、前ね、聞いたんですよ。なんでこれ置き配、どうやって置き配になるんですかって聞いたら、で、でも俺はちゃんと設定でやってるって言ったら、確認してくださいって言ったら、あ、ほんまですね、置き配設定になってましたわって言われたんですよ。ドライバーさんがね、おっちゃんが。その時にね、言われて、で、今までじゃあもう相当な数ですよ。相当な数を持って帰ってやったんですけど、今までね。で、今までじゃあずっと俺は置き配にできてたんですかって聞いたら、まあ今まではちょっとわかんないんですけど、今回のは普通に置き配設定になってましたみたいに終わったんですけど、今までも絶対なってるはずなんですよ。今までずっとね、俺は置き配の設定にしてたんで、毎回、置き配配達先をね、なんか置き配、玄関置き配っていうのを毎回変えてたんで、設定を。だから絶対今までもずっとなってたんですか？今までずっと持って帰ってやったんですよ。え？と思って。じゃあ今までできてたやんみたいな。再配達してた意味ないやんと思って。まあもうその時点で、まあ、これ結構前の話ですよ。結構前の話で、で、今までじゃあ何やってんって思ってたけど、まあ別にもう何も言ってないんですよ。そっからね。別に、あ、そうなんですかみたいな。じゃあ次からお願いしますねってそのおっちゃんにも言ってたんですけど、そっから、何回言っても置き換えにしてくれやらないんですよ。してくれやる時もあるんですけど、普通に持って帰られる時の方がね、8対2ぐらいの確率で持って帰られるんですよ。いつも荷物を。で、その都度、なんか俺がもう一回再配達のね、やつをお願いするわけじゃないですか。で、それもすごい煩わしくて、俺もう何回かその、大和さんに言おうかなと思ったんですけど、でもまあ俺も一応まあ、経過物やってる身として、あんまりそういったクレームをね、あんま入れたくないんですよ、基本的に。やっぱその、見落としてたんかなみたいな、そういう気持ちで、まあなんか、やっぱドライバーさんよりで ありたいんで、あんま言わんかったんですよ。ずっと黙ってたんですよ。だから今まで。ずっと黙ってて、ほんまに前からですよ。ほんまずっと前からなんですけど。で、ずっと持って帰られるたびに、その都度再配達のね、お願いをしてるんですけど、で、その再配達で、まあ僕が1921とかで、どうしても帰る時間が遅いんで1921とかなっちゃうんですけど、やっても、持ってきてくれないんですよ。再配達でお願いしても、1921でお願いしても、その9時までね、待ってても持ってきてくれないんですよね。だから、子供を寝かしつけるのも、僕んちインターホン結構うっさいんで、子供が寝てたらそのインターホンの声で、音で起きよるんで、だからなるべくその9時を回ってから、そういう時は、再配達をお願いした時は、9時を回ってから寝かしつけようと思って、9時まで起こしてるんですよ。8時とかに寝たら、また一回そのインターホンの音でびっくりして起きて、またもう一回寝かしつけるの大変なんで、そういう再配達を頼んだ時は、9時以降に寝かしつけようと思って、もう眠たい、ね、もう目をこすっとるんですけど、もう起きとけつって、まだ寝るなつって、もう半分無理くりこうテンション上げさせて、9時を回るまで待ってるとかしてるんですけど、それでも持ってきてくれないんですよ。そのドライバーさんね。それでもやっぱね、イラッとするんですよね。いや、再配達、俺置き配をお願いしてて、勝手に持って帰るわ。んで、再配達をね、お願いして、1921でお願いしてんのに、その1921で持ってこうへんわとか、ちょっとだんだんイライラして、それが何回も続くんですよ。で、やっぱりドライバーさん目線でありたいっていうのはあるんで、ずっと言ってないんですよ。ずっとイライラしてて、うわ、今日も持ってきてくれへんかったよ、みたいな感じで、まあ、そういうのイライラしてたんですよ。で、最初言いましたら4回時間してブッチされたっていうのは、その再配達の時間しては抜きなんですよ。その再配達の時間しては抜きで、普通に、明日の、1921とか、その新規でお願いした時間指定をブッチされてるんです。再配達のブッチまで入れたら、もう10回以上ですよ。多分。普通に10回以上です。当日指定あるじゃないですか。もう明日の指定みたいな。もう、そういうのはもう何回もブッチされてますし、もうトータルしたら相当な数を、ブッチされてるんですよ。ほんでまあ置き配してんのに持って帰られるとか、そんなのも含めたら、まあまあの数をね、ブッチされてるんですけど、でもそれでも俺はずっと耐えてたんですよ。さすがにあんまり言うと、ちょっと、まあ、おっちゃんなんでね、あんまりあれ、もしなんかエリア変えられたりとか、多分ね、違うところでもいろいろそういうドライバーさんなんでいろいろクレームをもらってやるかなと思うんで、あんまり言うのもなぁと思ってずっと耐えてたんですけど、ほんで、この前、どうしてもその日に必要な荷物だったんですよ。で、で、置き配、まあ当然ね、僕も明日荷物届きますみたいな大和さんの LINE が来たら、そこで設定を変えて、玄関前に置き配してくださいみたいな。設定を変えてたんですけど、で、当然、その日にも、置き配してくれやらんかって、で、持って帰らって、で、なんか、不在でしたみたいな、そういった連絡が来たんで、LINE でね。で、まあ、その LINE 来て、まあ、速攻、どうしてもその日必要やったんで、また再配達の依頼をしたんですよ。1921でってお願いしたのに、もしかしたらまた持ってきてくれへんかったら嫌やなと思いつつ、いや、さすがに持ってきてほしいなと思ってたんですけど、案の定持ってきてくれやらんかって。で、もうさすがに、イラッとして。さすがにイラッとして、で、まあ、それはその日当日して、もう絶対その日持ってきてくれっていう指定やったんですけど、その曜日指定やったんですけど、で、まあ、置き配してたんですけど、そういうのもブッチされて、再配達もブッチされたんで、もうさすがにもうさ、今までのこともあるし、ちょっと言おうと思って。で、8時以降やったかな ?9 時以降やったか忘れたけど、ヤマトさん、どこのセンターとか電話しても、ドライバーさんに電話しても繋がらないんですよ。だから、次の日の、9時からやったかななんかそんなもんから電話繋がるんで。で、電話して、で、なんか、ドライバーさんに直通で繋がる番号みたいなのあったんで、それに電話して、いつも来てくれるおっちゃんにね、直接繋がって、で、まあ、言ったんですよ。いや、もうさすがに、もうこれが続きすぎやと。もう今まで、ずっと黙ってたんですけど、もう相当時間して、まあ、ブッチされてるし、置き配指定をずっとしてるのに、してくれる時もあるんですけど、ほぼ8割してくれへんと。んで、勝手に持って帰られて、時間して、再配達の時間してしても、それでも持ってきてくれへんから、じゃあどうやったら持ってきてくれんのとか、で、まあ、どうしても曜日指定して、どうしてもその日必要やのに、それでも持ってきてくれへんとか普通にあるし、だからそういうのはもう、ちょっとどうなんっていうのを言ってて、で、そのおっちゃんもすいません、みたいな。朝一すぐ持っていきます、みたいな感じで、朝一に10時半ぐらいに、昨日の時間指定の荷物を持ってきてくれやったんですよ。いや、これ昨日の再配達の荷物遅れてすいませんでした、みたいな感じで持ってきてくれやったんですけど、その時に、気づかないんですかって言ったんですよ。時間指定再配達の入ったっていう連絡は、持ってる端末に来ないんですかって、連絡がね。例えばデリポロとかやったら、まあ、僕らのやってるところやったら、まあ、絶対来るんですよ。んで、例えばね、再配達やって、まあ、1921かやったとしても、もう、20時半とかなって、もう残り30分ですよとかなったら、やっぱね、仲間内で、僕らのセンターだけかもしれないですけど、もう、LINE がね、6つ飛ぶんですよ。残り30分です、みたいな。1921の荷物、残り30分で、何々さんと何々さんと何々さんは、もう、まだ、1件か2件か残ってるんで、これを最優先で、行ってくださいみたいな。で、21時過ぎても、再配達できんか、食われてんかったら、データ上にバンって出るんですよね。食われてません。この人の、この荷物は、食われてませんみたいな、そういった、データ上にバンって残って、で、センターから、もうすぐ行ってみたいな。もうすぐ行ってみたいな、そういった連絡が来るんですよ。どんな時間指定でもね、午前中は午前中でも、どこでも絶対そういった、来るんですけど、で、もう絶対に分からへんとかことはないんです。僕らのセンターだけかもしれないですけど、そういったLINE でね、グループ内で、そういったグループ LINE で、まあ、ずっとやり合ってて、なるべくそういう時間指定の見張りを出さへんために、そういう風にやってるんですけど、ヤマトさんのイージークルーのシステムが分かんないんですけど、再配達が入った時に、気づかないんですかって聞いたんですよ。で、連絡は来ないんですかって聞いたんですけど、いや、来ますって言われるんですよ。いや、来るんやったら、なんで、見落とすんですか？しかも俺この前頼んで荷物なんかめっちゃでかいんですよ。めっちゃでかい。もう確実に、邪魔やみたいな。俺やったらもう絶対に落としたいような荷物で、もう再配達来てくれたらもうめっちゃありがたいような荷物なんですよ。連絡来たらめっちゃありがたいわみたいな。んで当日やし、当日落とせんやったらめっちゃありがたいわみたいな荷物なんですよ。それ逆に嬉しいやんと思うんですけど、普通に、絶対見落とすことは、ま、絶対ないんですよ。もうちっちゃい荷物やったらね、まだしも、めちゃくちゃでかい荷物なんで、いや、それ、絶対気づくやん、みたいな感じの荷物なんですけど、それでも、なんか、いや、気づいてましたけど、みたいな、見落としてました、みたいに言われるんですけど、こんなね、荷物見落とすって思って、ほんでなんか、最後、持ち戻り、まあ、しちゃった時に気づかないんですかって言ったんです。もう一回ね。最後帰った時に、多分最後泣くじゃないですか。その時に気づかないんですかつっても、なんかなんかね、わけわからんことやって、持ち戻りのレーンがあるんで、そっちに置いたら、もうわからないんです、みたいな。なんかようわからんこと言ってやって、なんかレーンが2つあって、持ち戻りのレーンに置いたらもうわからないんです、みたいな感じで言わって、ほんでなんか、ほんじゃ気づかないんですかって聞いたら、いや、気づくんは気づきますみたいな言われて、いや、どうやねんと思って、いや、気づいてんやったら、じゃあ言え、ってか持ってこいよと思って。で、そこでちょっとまたイラッとして、いや、気づいてんやったら、まあ、連絡するなり持ってくるとかね、してくれんと、俺、これ昨日必要やるような荷物やったんですけど、つったら、いや、それはほんまにすいません、みたいな感じで、むっちゃ謝って。んで、なんでいつも置き配にしてんのに、置き配にしてくれないんですかつったら、なんかいつもなんかその、わかりにくくて、なんかその、システム上、よくわかんないですけど、どういうシステムなのか、よくわかんないですけど、なんかわかりにくくて、持って帰ってしまいます、みたいな言われるんですよ。まあ、どんなわかりにくいシステムか知らないですけど、そんなわかりにくいか。そんなわかりにくいんかって思うんですけど、いや、俺はもういつも置き配にしか頼んでへんし、その確認しないんですかって言うんですけど、なんかわかりにくくてって言われて、んで、なんかいつも持って帰ってしまうんです、みたいに言われるんですけど、んで、いつもね、再配達の時間して、お願いしても、なんかそれもなんか見落として、みたいな言われるんで、いや、もうそれはもう、ちょっともう、俺、こう言ったら悪いですけど、もうなんか半分もうわざとというか、もうなんか、こう、忙しくてかわかんないですけど、なんか、分かってたけど行かへんみたいな、そういう風に思っちゃいますわ、みたいな。もう分かってる、1921で再配達来てんの分かってるけど、もうあえて、なんか俺が今まで何も言ってへんかったからかもしれないですけど、このお客さん何も言わへんし、いいや、みたいな、感じか知らないですけど、なんかその、分かってて来てへんような気がしてしゃあないっすわ、つったら、いや、そんなことは絶対にないですって言われるんですよ。それは絶対にないですって、ほんまに気づいてないだけですって言われるんですけど、そんな気づかんかと思って、気づくやろ。しかも今そんな持ち出しないやろと思うんですけど、これ気づかんかと思うんですけど、だから、あ、そうなんですかって言ったら、まあもう、ほんまもう次やめてくださいねって言ってて、いやもう次は絶対にそういうことしませんって言われるんですけど、で、まあ、帰っていかったんですけど、そのおっちゃんね。で、まあ、もう俺も、まあ、それ以上、そのおっちゃんにしか言ってないんで、そのヤマトさんのなんかまあ、そういうところクレーム入れるようなところとかに電話しないですし、なんか、そのおっちゃん以外にも、そのセンターのね、まあ、そういった支店長みたいな、そういうのは誰も言ってないです。おっちゃんにしか、そのおっちゃん、ドライバーさんにかかる直通のね、なんか番号がなんか不在表に書いてたんで、ドライバー直通番号みたいな。で、それで、そのドライバーさんとしか喋ってないんで、他のね、ヤマトさんとは一切喋ってないですけど、もうさすがにね、まあ、言ったろかなと思いましたけどね、そのヤマトの上の方に、さすがにちょっとひどすぎるというのは言おうかなと思ったけど、でもまあ、さすがにね、まあ僕も、デリプロやってる身としてね、まあドライバーさんの気持ちもわかるんで、あんまりね、言うのもなっていうので言ってないですけど、でもまあ、明らか気づかないっていうことないでしょ。もう相当な数っすよ。ほんまに相当な数っすよ。なんか、もう完全にこのお客さんやったら大丈夫やろって思われてるとしか思わないっすもん。ほんまに。このお客さんやったら、もう何も言わへんし、なんかいいんちゃうみたいな風に、だってもう、多分十何件とかありますよ。時間して、普通の新規の時間してというか、一発目の、明日の1921の時間してとかは、4件ですけど、普通の再配達の時間指定のブッチとか、当日指定、曜日指定の、時間指定から曜日指定のやつとか荷物とかも含めたら、多分10何回はね、ブッチされてるんですよ。こんな気づかんとことないやろと思うんですけど、で、置き配してるんですよ、こっちはずっとね。だから、どうなんかなと思って、ほんまに、そんな気づきにくいんやったら、まあ、ほんのヤマトのシステム的に、いや、さすがにそれを、こんだけね、気づかへんのも、ちょっとどうなんて思いますけど、俺はね、まあ、システム的に問題ないやったら、それはそれでちょっとヤマトさんに電話したいなと思うんですけど、どう考えても、そのおっちゃんの確認不足としか思わないですけどね。ほんまにみんながみんな、そんだけ、気づかんようなシステムやったら、さすがに変えてるでしょ。ヤマトさんも。クレームのだらけやと思うし。だからね、ちょっとどうなんかなって。おっちゃんちょっとね、嫌ですわ、ほんまに。変えてほしいですもん。ほんま、変えてほしいけど、言わんけどね。さすがに言わんけど、でもちょっとやりすぎやわ。まあまあ、今まで別にまあどうでもいいね、今までのまあどうでもいい荷物とかやったんで、まあ別に良かったんですよ。おむつとかね。お尻拭きとか、なんかそういうような荷物やったんで、だから別にまあ、別に1日ぐらい遅れてもまあいいわみたいな感じでね、今まで何も言わんかったんですけど、この前頼んだのもどうしても必要な荷物やったんで、持ってきてもらわんと困るような荷物やったんでね、だからそういう荷物までね、なんかほんまに、ブッチされると、さすがにちょっとどうなんやろうなと思って、だからもう言ってくれたら、どうしても、例えばもう今日、持っていけへんとかね、そういう電話くれたらって、俺その、おっちゃんの言うとこも取りに行くし、なんやったらセンター取りに行くし、言ってくれたらいいんですけど、もう9時とかね、気づいて9時まで待ってて、9時、あ、来おへんやと思って、じゃあ取りに行こうかなと思って、これ電話繋がらへんし、ヤマト、かけてもね、繋がらへんし、もうどうしようもないし、だからまあもういいわと思って、次の日電話したんですけど、だからそういうのがね、続くとね、ちょっと困るっすわ。せめてでもね、時間指定は、持ってきてほしいですね。ね、なおかつ、その、遅延して、その、荷物が来へんかったとか言ったらしゃあないですけど、もう、再配達やし、絶対あるやんみたいな。絶対車にも乗ってるやんみたいな。荷物やのに、それ持ってきてくれんとね、ちょっと困るっすよね。時間指定はね、やっぱ優先的にいかんとあかんでと思うんですけど、もうやってる身としてはね、時間指定をね、無視すると、やっぱどうしてもうっさいんで、僕今までね、再配達の時間指定をブッチしたことはないですね。さすがに。どんだけ忙しくても、もう、何の言い逃れもできひんし、再配達だから。例えば新規ってか、一発目の、1921で頼まれてて、行けへんとかやったら、まあ、最悪ね、言い訳として、いや、トラックの便が遅れててとか、次の日の朝に来たんですとか言ったら、まだちょっとね、言い訳がいくかなと思うんですけど、再配達はもうバレバレやろ。何の言い訳もできんやろ。もう車に乗ってるやんと思うし、さすがにね、ちょっとどうなんかなと思うんですけど、まあ、ちょっと、イージークルー自体がね、とかまあ、どうなんやろね。まあ、ヤマトさんっていうかまあ、そのおっちゃんの質というか、いや、まあ、この EG クルーのそのシステム的な問題かもしれないですけど、まあ、ほんまに分かりにくかったらね、まあ、ヤマトさんが悪いかなと思うんですけど、絶対そんなことないやろと思う。ただのおっちゃんの確認不足やと思うんですけど、でもさすがにちょっとね、ちょっとどうなんって思ったっていう話です。はい。まあ、なかなかちょっと、イラッとしましたね。で、もうさすがに、次は、ないって言いました。おっちゃんにも、もうさすがにもう相当な数、ブッチされてるんで、もう次はないですよってちゃんと言ったんで、そのおっちゃんも、いやもう次は絶対にしないんでって言われたんで、もう次置き配して持って帰らったりしたら、もう速攻なんかそういう上の方に言おうかなと思いますね。もうさすがにちょっとやりすぎやわ。さすがにちょっとやりすぎ。まあ、あんまり言いたくはないですけど、さすがにちょっと、それは、まあ、1回2回とかやったらね、全然僕も耐えれるんですけども、多分10なんかやられてるんで、もうさすがにちょっとね、それを言って、おっちゃんのためにもね、ちょっと鬼になろうかなと思うんで、まあ、そうなったら、またちょっと動画で言わせてもらおうかなと思います。はい。まあ、いろいろありますよね。どうしても、まあ、不慣れな、ね、ドライバーさんやったらそういうの見落とすんかなと思って、まあ、どうやら1年は言い過ぎ、いや、でも1年ぐらいかな。そのおっちゃん来てから。だからまあ、さすがに初心者って感じじゃないんですよね。まあ、それなりにやってやるんで、まあ、だから、まあ、先月からとかやったらね、まあ、わかりますよ。まだまあ、不慣れなんでしゃあないかなってわかりますけど、まあまあ、もう来てくれてやるんで、もう半年は全然経ってるんでね。だからまあ、それなりに、もうほんまに1年ぐらい経つんちゃうかな。だからそれぐらいやってやるんで、さすがに気づくやろ。さすがにもうね、そんだけ続けたらもう分かるやろ、システム。どういう流れなんかっていうのはね。だからまあちょっともう、さすがに次はちょっと鬼になろうかなと思うんで、またそれはそれで、どうなったか楽しみにしていただけたらなと思います。はい。まあ、これはね、これとしてあれなんですけど、まあ、ちょっとこの動画を上げてない1週間、もうちょいあんのかな。まあそれの間にね、まあいろいろあったんで、ね。またそういうのも順にちょっと動画にしていきたいなと思いますんで、またそれはそれで楽しみにしていただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。